はい、では今回は前回開封したこのデラックス X デバイザー変身セット、こちらのギミックを一通りご紹介したいと思います。まずはこのフレームが閉じているデバイザーモードでの通信モードの遊び方。 X デバイザーの下のあたりにあるボタン、丸と三角があります。丸のボタンを押すとウルトラマン X のセリフが流れます。イエスだったら丸ボタン。よし、今すぐユナイトだ。いいえ、ノーだったら三角ボタン。逃げるな。というふうにウルトラマン X の反応が丸と三角で変わって、ここの発光色も青と赤でそれぞれ違うんですよね。では続いて警戒態勢モードの遊び方。今度はデバイザーモードでこの三角ボタンを押します。と、このように、今はフェーズ4でしたけれども、フェーズ1からフェーズ5まで、全部で5種類の音声が流れます。1は問題ありません。から、フェーズ5のやばい状態まで。ちょっと一通り聞いてみましょう。ただいまの警戒態勢、フェーズ2、警戒レベル。ただいまの警戒態勢、フェーズ1、問題ありません。ただいまの警戒態勢、フェーズ3、怪獣出現。フェーズ3でやっと怪獣が出現しました。ただいまの警戒態勢、フェーズ5、緊急事態。と、このように、フェーズ5になると、もう緊急事態ということで、かなり緊張感のあるアラームが鳴ります。それでは一番激アツなモード、変身モードの遊び方。このウルトラマン X のスパークドールズで、ウルトラマン X とユナイトします。まずはこの上のボタン。変身ボタンを押して X モードにします。そして足の裏のライブサインをリードします。よし、行くぞ。ウルトラマン X とユナイトします。はい、という風にこれでウルトラマン X に変身したわけですね。ちなみに今回はセットを買ったので、このスパークドールズ、ウルトラマン X のスパークドールズが付属していましたけれども、単品で X デバイザーを買った場合はスパークドールズは付属していません。もし持っていなかった場合は、この X モードにした後、待機音の流れている状態で丸ボタンを押すことで変身、先ほどの変身サウンドの一部を聞くことができます。またここで小ネタを一つ。待機音をずっと流しておくとタイムアウトになって、では今度はサイバーカードを使った遊び方。まずはウルトラマン X のサイバーカードとの遊び方です。まずは X デバイザーを X モードにして、待機音が流れた状態でこのウルトラマン X のサイバーカードを上からスライドさせてセットします。で、この後、丸ボタンか三角ボタンを押してみます。丸。ジャラディウム光線。丸ボタンを押すと、ウルトラマン X の必殺技、ザラディウム光線の音声を聞くことができます。そして、三角ボタンを押すと、一緒に戦おう。今度は必殺技ではなくて、セリフが流れましたね。では今度は X モードではなくてデバイザーモードに切り替えて、ウルトラマン X のカードをロードしてみましょう。ウルトラマンカードロードします。ウルトラマン X の力を起動します。一緒に戦おう。はい、これがウルトラマン X の起動モード。
ここからまた丸ボタンか三角ボタンを押すことで違う音声を楽しむことができます。今回は丸ボタン。ウルトラマン X の光線シミュレーションです。失敗しました。これは成功と失敗があって、今は失敗しちゃいましたね。もう一回やってみましょう。丸。ウルトラマン X の光線シミュレーションです。あれ、失敗しました。私は今度こそ。ウルトラマン X の光線シミュレーションです。シャー、成功しました。やった、やっと成功しました。今度は三角ボタンを押してみます。ウルトラマン X コンディションをチェックします。ウルトラマン X エネルギー不足です。これは失敗ですね。聞きが悪いですね。おりゃ。ウルトラマン X コンディションをチェックします。シャー、ウルトラマン X 絶好調です。やった。こういう運要素もあるとなかなか面白いですよね。では続いては、サイバー怪獣カードで遊んでみましょう。まずはサイバーゴモラ。怪獣カードロードします。サイバーゴモラで丸ボタンを押すと、怪獣の起動モードになります。サイバーゴモラ起動します。起動失敗あれ、とりゃ。サイバーゴモラ起動します。よし、起動成功。はい、起動成功しました。では続いて三角ボタン。サイバーゴモラコンディションをチェックします。サイバーゴモラ絶好調です。では今度はサイバーゴモラカードを X モードで、怪獣アーマーアクティブモードで遊んでみます。そして丸ボタンで必殺技が流れます。ゴモラ振動波。おお、豪華でかなり迫力ありますね。では続いて三角ボタン。三角ボタンを押すと怪獣の鳴き声が流れます。はい、では続いてはサイバーエレキングのカードで音声を聞いてみましょう。そして必殺技。エレキング電撃波。三角ボタンを押すと怪獣の鳴き声を聞くことができます。甲高いですよね。では続いてはデバイザーモードです。丸ボタンで怪獣起動モード。サイバーエレキング起動します。起動成功。まあこれはさっきと同じですね。そして三角ボタンでコンディションチェック。サイバーエレキングコンディションをチェックします。サイバーエレキングエネルギー不足です。はい、ということで以上がサイバーカードとの遊び方でした。では最後、スパークドールズとの遊び方。はい、これまで発売されているものも含め、スパークドールズのライブサインにこれは対応していますので、怪獣だったら怪獣ガオディクションモード、そしてウルトラヒーローだったらヒーロー解析モードの2パターンで遊ぶことができます。どちらもモードはデバイザーモードにして、ライブサインをリードして音声を楽しむことができます。では、怪獣ガオディクションモード確認してみましょう。解析が完了したということで、この後、丸ボタンと三角ボタン
押すことでそれぞれ音声を聞くことができます。丸ボタンだとエネルギーチャージモード、エネルギーチャージモードへ移行します。ダークルギエルチャージ完了。そして三角ボタンを押すとトレーニングモード、トレーニングモードへ移行します。ダークルギエルパワーアップ。このガオディクションモードも丸ボタン三角ボタンを押したとき、ランダムで成功と失敗が流れます。トレーニングモードへ移行します。ダークルギエルパワーダウン。では今度はビクトリーを使ってヒーロー解析モードです。ウルトラマン解析中。この後丸ボタンか三角ボタンを押すとクイズが流れます。ウルトラマンビクトリーは味方ですか。丸。正解です。また押すボタンを変えるとクイズも変わります。ウルトラマンビクトリーは光の国の出身ですか。では、今度はハイを押して間違えてみましょう。不正解です。とこのようにクイズを丸三角で2パターン、そしてその後の質問が丸がハイ三角がいいえと、合計で4パターンですね。ということで以上、デラックス X デバイザーのご紹介でした。